こんにちは、ルーベンです。今日本の羽田空港から話してる。今すぐ飛行機に乗ってまたサンフランシスコ空港に戻っていくかけど、この旅について話したかったから、この1週間は東京でとても面白かった。一日中とても忙しくて、いろんなことを見た。特に暴露町と豊洲の辺にあったから、僕はそのところが、初めて、ここ そのところにいたことが、でもいろんな新しい友達、も新しい人会って新しい友達になったことがもある。今度また日本に来ることはいつかわからないけど、ぜひまた来たい。すごく楽しいところからです。そして僕のチームの中で日本語を喋れる人が一人、僕の他には一人だけだったから、僕はいろんな日本語を使うチャンスがあった。今で、飛行機にならなければならないから、もう時間ですから、また今度。ありがとう。以上です。